こんにちは美容業界専門税理士の中島です今日の動画のテーマは日本政策金融公庫で創業融資を受けるときに提出する創業計画書の書き方についてご紹介をします融資面談をスムーズに進めるためにどんな点に注意して書いたらいいのか、まあ、面談の担当者です、ね、がどんな点に質問してくるのかどんなことを書いたらいいのかどんなことを書いてはダメなのか そういったことをですね詳しく実際の資料を使ってご紹介をしていきますでは実際の資料ですねパソコンの画面を使ってご紹介をさせていただきますではここからは実際の資料をですねパソコンの画面を使ってご紹介をしていきます融資が受けられる創業計画書の書き方面接担当者の見るポイントについてご紹介をします 広庫に提出するこう資料の中にですね、仮入れ申し込み書の次に作るものが、この創業計画書ですね。広庫のサイトにダウンロードすることができます。サイトからダウンロードができて、まあ、記入例なんかもあります。美容室に向けた記入例なんかもあるんですが、あのこの資料を僕の方で作ったものも一つですね、ダウンロードできるようにご案内をしますので、えー、ぜひ参考にしていただきたいなと思います。まあ、このこういった内容を作るんだと。 ということをまず全貌ですね、見ていただいて、まあ、最初に1番に創業の動機二2番に経営者のまあ略歴ですね、3番にどんな商品を使っているの、扱うの、そして取引先はどんなふうなのと、と5番は従業員、6番は借り入れの状況、7番は必要な資金と調達方法、8番が事業の見通しですね、9番はまあ自由記述欄というのがあります。これが全体像で一つずつ見ていきます。 まず最初、創業の動機。ここにはどんなことを書くべきなのかっていうとこれまでどんなあなたは準備してきたのとそして準備してきたことで独立を思い立ったその準備が整った理由は何なのかこの2つをしっかり書いてください、まあ、記入例1つの例として美容業に従事して15年、まあ、何年私は美容業に関わってきたんだと、そして私はそれが夢だったと。 で美容に関する技術を積み重ねてて固定のお客様も多くついてきましたそして今回、まあ、これは奥様とということで、えー、妻である美容師である妻と共に自分の店を持ちますよと、で物件をずっと探してきたんですが、今回、いい立地が見つかったから、えー、独立を決めたということですね。これが、えー、創業の動機と、えーまあ、その決断に至った理由ですよね、えー、準備が整った理由は何なのかということを簡潔に書いています。 文章量もまあこれぐらいでいいです。あんまりたくさん書かなくてもね、ここの内容であの採択融資が通る、通らないか決まるってことははっきり言ってありません。ただ、相手に分かりやすく書くっていうことが大事ですね。そして次ですね、え美容師としての略歴のところ、ここがかなり重要ですえ。なんでかっていうと、融資って別に信用があるからお金貸してくれるわけじゃなくて、信用がなくても貸してくれるんですよね。 じゃあ何で判断するかっていうとあなたは美容師としてどんな経験を積んできたのかっていうことをしっかり見られるんです私はこんな経験してきたんだだから貸してくださいよだから信用してくださいっていうことを訴えていく必要があるということでここは結構重要ですまずは美容師としての経験年数そしてどんな役職を経験してきたのか別に役職を経験していないとダメってことはないですけどあればチーフとかね店長とか書いてくださいそしてまあ担当顧客数ですね 別にそのお客を引き継ぐ引き継がない関係なく、今どれぐらいの担当顧客があるのかっていうのは書いておくといいでしょう。で、これはあればです。あれば退職金があるかどうかですね。まあ、退職金があるサロンって実はほとんどないんだけどね。でももし受け取る見込みがあるんだったら、わずかでも少しの額でも書いておいた方がいいでしょう。では実際に中見ていくと、えー、まず、ま〇ま美容学校卒業と。 と、えー、いうところからあの、サロンに働いてから通信でね、あ学校に行かれる方は最初、なんとか美容室で、後で通信とかね、えー、同時働きながら学校に行くっていう書き方をしてもらえればいいです。で美容学校の名前で、えー、もちろん融資が決まるわけではありません、えー。何年美容師としての経験をしてきたのか、どんな経験をしてきたのかということを書いてください。えー、何年退職予定で、まあ、この場合は退職金があるので50万とか書いてますけど、これなくてもいいです。あれば書いてください。 でえー、どんな受賞履歴があるのかですね、なんとかコンテストで、えー、こんな賞をもらったんだよっていうのは積極的に書いてもらうと、えー、担当者の人もここに対して興味を持って質問をして、えー、経験について、えー、深く相手に伝えることができたりします。では次ですね、えー、次は取扱い商品サービスですね。まあ、ここの中でですねあの書いてほしいことっていうのは、まあ、セールスポイント。 かなセールスポイントが一番大事ですね。取扱い商品サービスはですね、まあ、カット、カラー、いくらとか書くんですが、あの実はここを一生懸命書く人はいるんですけれども、あんまり実はここは、えー、こだわらう必要は実はないんですね。で、逆にですね、平均単価よりもやたら高い値段で私はやろうとしてるんだっていうのになると、本当に大丈夫っていうふうになります。コ、え、コ、ー、さんはですね、業界平均値っていうのを持ってますから、その平均値とあまりにもかけ離れたものでやろうとすると、 それは本当にできるのかっていうことの質問されるポイントになってきますので注意が必要です。お店のセールスポイントですね。あなたの強みは何これもこれからやろうとしているお店だからあんまりいやそうなんだっていうふうに言い切らない、まあ、こうやっていきたいっていうところの程度でいいと思います。そしてターゲットですね。ペルソナは誰なのかでそのお客様にどうやって来てもらう予定なのかっていうことをしっかりと書いてください。 そして、競合店の調査ですね。ちゃんと競合店調べてますかということを書いてください。では、中見ていくと、まあ、取り扱い商品、サービスですね。カット、カラー、ヘアケア、まあ、このあたりでいいと思います。で、セールスポイント、えー、コロナ対策された環境で安心して来店していただけるようなお店を作ります。えー、マンツーマンの施術で高いクオリティでリーズナブルな価格で提供しますよと。 ということの強みですね。まあ、正直そんなに、えー、見たことも聞いたこともないようなものを書くというよりは、えー、しっかりとお客様のことを考えてますよということを、えー、伝わるような書き方をしてくださいそしてターゲットですね、えー、どんな客層に来てもらいたいと思っているのかということです えまあここの場合は働きながら子育てしている女性をターゲットにしたというようなことを書いていきますで、競合店調査ですねお店の半径何キロに何件ぐらいの美容室があるんだけれどもえー、私のお店はどうなんだえー、他店との違いをここに書いていくといいですよねここで書いてほしいのは私の思い込みではなくて私はこうしたいと考えている競合店はこんな風なんだ そんなことを客観的に伝えられるようにするといいですよね。では4番もあるんですが、まあ、そこはですね仕入れに関してだから、まあ、そこはもう一旦割愛して5番6番従業員と6番のお借り入れの状況のところ、まあ、特にですね借り入れの状況ですね。お で従業員のところはですね採用があるんだったらどんな採用をしていくのかその人はどんな関係なのかっていうのは準備しておいてください。で、お借り入れの状況のところですね。これは自分の借金をちゃんと把握しているかどうかそして銀行というのは信用情報 CIC とかですねそういった信用情報をもう事前に把握をしていますだから信用情報を分かって聞いてきますからこっちが。 そのことを把握しないとまずいわけですね。もしくは隠してたりするとまずいわけです。だからしっかりと自分の今どんな借金が残っているのかとか、えー、いつ借金を返したかとか、そんなことをしっかりと答えられるように、面談の時に答えられるようにしてください。面談の時にですね、多分そうだった、うん、おそらくっていう言い方にならないように、書いた内容については責任を持って答えられるようにするっていうことがとても大切です。じゃあ内容ですね。 まあここの場合は家族でっていうふうだったから従業員数は1、えー、家族従業員が1とで、まあ、住宅ローンとか車のローンはあっても大丈夫ですただそれ以外のリボ払いとかね、えー、カードローンとかそういったものがあると融資が受けにくくなるということが注意が必要ですあとはあったとしてもいくら返済しなきゃいけないのかということを明確に答えられるようにしておく必要があります で7番、必要な資金調達と調達方法ですね、えー。ここのポイントはですね、内装工事、機材が高すぎないかどうか、結構ちょっと多めに借りたいからといって、内装工事を多く見積もりをするっていうケースがよくあるんですが、これは実は NG なんですね。なんでかっていうと、ちょっと高すぎないっていう話になってしまって、希望する融資額が減額されるの可能性がとても高くなっちゃうんですね。だから 必要な金額での見積もりということをしっかりと書くようにしてください。まあ、あと注意点はですね、すでに支払った支払いも OK ですよとリース契約があれば経費でちゃんと説明してください。えー、払う予定があるものをここに書き忘れないことということが大事です。そして、えー、最も重要なのが自己資金についてですね、もうこれだけで結構長い説明が必要なんですが、まあ、ここではポイントとしては、本当にそれは自分が貯めたお金なのかどうか。 通帳かから説明ががでできるということが重要ですそしてもし身内から借りたお金があれば正直に伝えてください別に身内から借りちゃダメっていうことではないです、えー、借りるお金なのかもらえるお金なのか、えー、もし借りるもらえるにしてもそうであればそのご家族がの生活状況は今どんなふうなんだということが説明できるような状態にしてくださいではないようですね、まあ、こんな感じですね あのまあ、本当に注意点は内装工事、美容機材とか、過、え、大、ー、な金額を書かないということですね。で、書、えー、き漏れがないこと、保証金とか広告代、えー、材料代、消耗機材、そういったものの書き漏れがないことと、えー、自己資金がいくらなので、身内から借りたお金なら、しっかりそのこともちゃんと書こうねということがとても重要になります。そして、えー、事業の見通しのところ、ここも重要ですね。 番番ととが最重要だということです。でここをですね、まあ、売上げの金額とかまあ書いていくわけなんですが最も重要なのはとにかく売上げが上がる計画書なんてのは融資担当者は求めていません求めているのはあなたは本当に返済ができますかそして返済だけではなくて生活もし続けられますかということを見ていきますで売上げのところに書くのはとにかく高い売上げを書くんじゃないです単価は予解平均。 もし違いがあれば、その説明ができるようにしていく必要があるし、客数もそのお客様が来る根拠って何ということが説明できるようにする必要があります。いや、ホットペッパーで集客します。インスタ、ツイッターで集客します。だから来ます。では不足します。なぜそのお客様の人数が来るのかということをしっかりと説明できるようにすることがとても大事になります。まあ、その他の材料広告経費なんていうのはまあほぼ決まってますからね。えーまあ、さっき言った業界平均。 の数値と、あまりにもかけ離れた数字がここに入ってくると、高校さん、高校からの指摘ポイントにもなってきます。まあ、僕の動画の中でですね、経費の分配率コントロールのお話もしていますので、ぜひそこをチェックしていただくといいかなと思います。で、大事なのは、返済と生活ができる計画なのかどうかです。売上が上がる計画ではなくて、返済と生活が続けられる計画であるかどうかということがとても大切になります。で、これが、まあ、記入例ですね。 まあ売上八85万円で、利益22万円。えー、こんだけしかないけど、大丈夫なのって言っても大丈夫です。えー、まず返済ができて、えー、そして私が生活ができると。もちろん22万円で、返済が10万円だとすると12万。じゃあ12万で生活できるのかっていうと、最初の3ヶ月、4ヶ月ぐらいは手元資金として余裕資金を確保してるんだっていう状態であれば説明ができますよね。なので、えー、まずは、えー、とにかく高い売上にするんではなくて、返済化できる、生活ができる。 ということを書くということと、一つ一つ根拠ですね。その数字がなぜこの数字になったのかということの根拠をしっかりと書いていってください。で、まあ、3号にですね、あの自由記述欄というのがあります。まあ、ここ何を書くのかというと、まあ、別に書かなくてもいいんですね。書かなくてもいいんですが、あえて書くとしたらですね、えー、まあ、おすすめするのは、 私はこの融資申請にあたって、開業準備にあたって、何がしかのサポートを誰かから受けていますよとかね、それに向けてこういった勉強してきていますよということをアピールできるといいのかなと思います。コーコさんとしてもですね、あの誰か相談できる人がいるんですねということはプラスの材料になりますからね。で、他に参考となる資料があればということで、自分が作成した開業に向けた思いとか、そういった分析の資料なんかがあれば、しっかりとつけてください。ただし 自分が作成しているということです。人に作ってもらった資料をつけて説明ができないようなことであれば墓穴を掘ってしまいます。だから、絶対に自分が作って自分が説明できるという資料であることが必要です。で、証券分析の資料なんかもあってもいいです。でもこれもさっきと同じで、もらったけど見方よくわかんないんだよねっていうんだったらつけない方がいいです。説明できないようなものをつけない。なんかそれらしくあるからつけるっていうのは絶対に NG です。 まあこんな例ですね、創業前から独立後に必要となる経営について勉強してきましたよと、開業前から美容室の創業支援の経営豊富な美容室専門税理士により、まあ、僕のことを自分で書いちゃってますけども、返済して生活ができる計画の立て方、一日でも早くお店の経営が人に乗るための準備についてサポートを受けまってますなんてことを書くと、まあ、プラスの材料として見てくれるかなと思います。 ということで、融資が受けられる創業計画書の書き方、面接担当者が見るポイントについてお話をさせていただきました。記入例なんかはですね、ダウンロードできるようにしておきますので、ぜひですね、動画の概要欄のところからダウンロードして活用していただければと思います。ということで、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。はい、以上が創業計画書の具体的な書き方についてのご説明となりますが、やっぱり大切なことっていうのは、 自分の言葉で説明ができる創業計画書であるっていうことがすごく大切になります。やっぱりそれが信頼となって融資が受けやすくなるっていうことにも繋がってきますからね。なので、ちょっと大変ですが、何度もですね、ぜひ動画を見直していただいて、自分の言葉で説明ができるっていうところまで作り込んでいただきたいなと思います。ということで、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。